それではこれより私よりお一方ずつご紹介させていただきますので、皆様アウトレイジ最終章にご出演されての思いや感想、またですね撮影中のエピソードなどございましたらお話しいただきたいと思います。まずは前作での放送で勢力を拡大いたしました関西の巨大暴力団組織花火師会の方々からご紹介いたします。最初は花火師会若頭の西野役西田敏行さんお願いいたします。ようこそおいでくださいました。ありがとうございます。今日おいでのお客様は抽選で当たられた、そして肌で今日映画をご覧になられる大変運のいい方です。ですからこれ今日ご覧になったらですね、ぜひぜひ素晴らしい面白かった映画だよということは他の見てない人に宣伝する義務が生じるわけですぜひよろしくお願いしたいと思います。今日は僕はもう本当に感慨無量なんですけども、この映画に出させていただいた時ちょうど私も頸椎をちょっと亜脱臼という形で4ヶ月間病院で入院して手術をしたり、そのうちに痰盂もちょっと取らなきゃいけなくなったりとかして、随分と4ヶ月間の入院というのと病気なくされて、それで退院したその本当にもうしたての時に、お話がありまして、この最終章に出演することができました。そして、初日にですね、今日後で周囲三世君もちょうど脳出血で倒れて、ちょっといろいろまだ障害を抱えながら、お互いにリハビリをやりながらの撮影になりました。もう本当に2人とも初日が2人ともみんなに抱えられながら撮影した、その初日を迎えた時の何とも言えない喜びですね。もう北野監督に、本当に支えられて本当にお気遣いいただいて、我々なんとか花火師会を盛り立てることができました。ぜひそのあたりをゆっくり堪能していただければと。振り向く時に首が僕、ほとんど回りませんので、体ごと回ってますので、そういうところも楽しんでいただけたらと思います。どんどんこれでいいのかな、挨拶よろしくお願いします。続きまして花火師会の新たな会長野村役大杉玲さんお願いいたします。すごく年いったというか、僕もそうなんですけども、少し中年の域を超えた俳優さんたちが本当に北野さんの作品で戦える現場になったと思います。今西田さんも篠田さんもおっしゃってましたけども、本当に戦わないとできないような現場で、そういう意味では非常に豊かな緊張感を持ったはらんだ、もう怖い現場ではありました。僕にとっては9年目の北野組の現場でした。これはちょうど10本目の作品なんですけれども、いろんな地方に行ったりするとアウトレイジ見たよって言われたんです。ワンツーを、僕はワンツーは実は出てません出てないんですけども、出てたねって言われて、で僕出てませんって言えなくて、やっと今回出たよっていうことを言えるようになったんで、ものすごくいい作品だと思います。皆さんの力で動画本当に広めてください。今日は楽しんでいってください。よろしくお願いします。若頭補佐中田役塩見三世さんお願いします。塩です。北野武監督と前作に続いてまた仕事ができたこと
私にとっては最高の喜びであり最高の時間でした。ありがとうございました。今日お見えの皆さん、アウトレイジ最終章グッとくる映画です。よろしくお願いします。会長付き若頭補佐森島役、岸部一徳さんお願いします。岸部一徳です。今日はお忙しい中来ていただきましてありがとうございます。申し込んで見に来られてるということは相当な、北の映画ファンだと思います。私も北の作品には、今度3本目なんですけれども、アウトレイジ、最終章に、やっとちょっと声をかけていただきまして、最後新会長のそばについてるんですけど、まあ、その後どうなるか分かりませんが、楽しませていただきました。前作、最初のその東京坊と坊田統一ではあっさりと武さんに殺されるという役でしたが、今回はちょっとどうなってますか楽しみにしておいてください。今日は本当にありがとうございました。北野監督作品初出演の直参幹部役花田役のピエール滝さんお願いいたします。ありがとうございます。初めて、北野君に参加させていただきました。で皆さんもアウトレイジ最終章これで最初に見られるということで、僕もまだ1回しか見てないのにもう追いつかれるのかと思うといいなこの野郎とよく当たったなバカ野郎ということで、ちょっとねバカ野郎この野郎不足の皆さんにとって非常にその成分を補充できる、本編となっております。僕もですね、まあなんだピエールだけの顔面はということで顔面にはそこそこ自信があったんですけれども、まあ、これだけの諸先輩方となること僕もまだまだだなという感じになっております。顔面世界遺産なんていう生意気なことをしていただきましたけども本当にその感じになってますんで、ぜひ皆さん最後まで楽しんでください。続いては花火師会の傘下になり下がった暴力団組織賛同会の方々をご紹介いたします。賛同会会長城山役奈良夏夫さんお願いいたします。名高達夫です。前作までのアウトレイジでは山王会っていうのは関東でもトップの本当にすごい組織が、出来上がってたんですけれどもだんだんせこくなってきまして、本当に山王会の下についていくようなそういう組織で本当に情けないので先輩方には賛同会の先輩方には申し訳ないなとは思っておりますけれども、でも目いっぱい精いっぱい、頑張らせていただきました。まあその後はどうなるか今日見ていただいてお楽しみにしていただければなと思っております。どうも本日はありがとうございます。続いて若頭のご御役三石健さんお願いします。奈良さんと一緒に、どうも前作から続き出させていただいて本当に喜んでおります。どうぞ皆さん今日は楽しんで帰ってください。そして宣伝してください。よろしくお願いします。続きまして木村組組長吉岡役池内博之さんお願いいたします。今回北野組に参加させていただいて本当に、役者人生において本当に幸せな出来事でした。この役を作っていただいて本当にありがとうございました。現場はですねすごい高い緊張感の中で、やっていたわけなんですけども、木村組組長でありながら、なんか怯えながら演じてました。最後まで、今日は楽しんでいってください。今日はありがとうございました。
坊の重田刑事役、松重豊さん、お願いいたします。このそうそうたるメンバーの中で僕だけが公務員です今のご時世、このメンバーの中でにこやかに写真を写ると、職を失う恐れがある、職業のことです。でも前作から引き続いて、この5年間、アウトレイジの一員として、この世界に生きれたことが本当に僕の幸せでした。次があるなと思う5年間は本当に楽しかったので、これから先同士に生きていこうかと思ってますけども、本当に、楽しい映画になってますので、最後まで楽しんでください。ありがとうございました。続いては国際的フィクサーチャングループの方々をご紹介します。チャン会長役でご出演の金田時夫さん、お願いいたします。ど素人の僕がこの映画に、出演いたしまして、何か、二度人生をわずか経験しているような気持ちになっております。そして撮影中は、監督が何もこうしろあしろっておっしゃらなくて、ただこう思い通りというか、こういうそういう感じだったんで、一シーン一シーンが本当に不安で不安でしょうがなかったです。でもなんとかやってこた、これたのも監督のその気持ちがなんか通じるような、そんな感じで、皆さん大ベテランの中でああいうような役をいただき、本当に監督のおかげでまた元気が出ました。うちで、ビヨンドの時は最初大友役を女房にやってもらいまして、こうやったんですけど、この最終章は本当にちょっと自分で考えるようにやりました。でうちで練習してる時に、孫が僕が何か言うと「おいこら!」って、僕に2歳の孫なんですけど、逆に呼ぶとなかなか来ないんで「おい!」って言うと僕の顔をにらみつけて「おいこら!」ってやるので、本当になんていうんですか、いい孫とも言い上げられてきました。その監督、北野監督、そして皆さん、ベテランの皆様、本当に、それからスタッフの皆様、いろいろありがとうございました。どうぞ皆様よろしくお願いします。北野さんの本職は実業家でいらっしゃって、北野監督とはご友人の関係で、このアウトレイジにご出演ということだったんですけど、監督、その経緯などをちょっとお話しいただきたいなと思ったんですが、俳優でない方のこの起用ですね。すいません。あ、キャン会長。会長の出演の経緯を。息子さんが社長でございまして、仲いいんですけども、ちょっと相談があるって言って、前回のビヨンドの時に松田優作さんが死んで作品を残したけども、僕は地位と名誉と金は残したが、姿としての映像としての僕は残してないんだって言われて、僕を映画に使ってくれって言われた時どうしようかと思いましたけどね。でもパッと見ればね、ここに並んでる役者さん以上に監督ありますから、芝居さえできれば、でも、台本渡して、ところが津波の事件とかいろいろあって、台本渡したのはいいんだけど、映画の撮影が1年以上伸びてしまって、前回はその大変だったなっていうのと、
2つぐらいがセリフなかったはずなんですけどね、大変だったな大友っていうセリフを1年半にわたってお父さんが相手をしたという1年半毎日急にそばに寄ってくると大変だったな大友って、また来たこの人って、お父さんが本当にノイローゼになったっていう、それをやっと解決したと思ったらまた今度は最終章に出るっつってセリフが増えたっつって、奥さんが本当に悩んでましたけども、でも実際、映画が始まればプロの役者さんと引けを取らない見事な存在感ですごかったですね。おかげさまでいい映画になったと思います。ありがとうございました。続きましてチャン会長の側近 D 役の白龍さん、お願いいたします。28年前に北野監督とその後の教育の式をやらせていただきました。あれからもう28年経つんですね。あの映画のイメージで飲み屋に行ったら、あ、殺し合いが来たと言われましたけど、でもある時北野監督がベネチア座の金獅子賞を取られて、そのパーティーの後にですね、北野組やってきてよかったねっておっしゃってくれたんですね。すごく嬉しかったです。でまたこのビヨンドの最終章にも出していただき、もう感動しておりますどうの大森奈央さん、お願いいたします。大森奈央です。僕はあの監督のずっとファンでして、アウトレイジシリーズが始まるの情報は、まあ、知ってたんですけど、一応俳優だったので、チャンスはないものかと、蓋開けたら加瀬亮君が忘れてまして、少しの嫉妬を覚えまして、でまた第2作ビヨンド、これもチャンスがあるんじゃないかと思って、一応僕なりの行動には出たんですけど、引っかからず劇場に行ってビヨンドを見たら、桐谷健太君、荒井裕美君、嫉妬がまた大きく生まれまして、少し恨みつらみみたいなもの出てきました。でそんな中、ついに最終章を撮るという噂を聞いたときに、ものすごくアプローチをさせていただいて、やっと、今回作品に出れることになって、本当に僕にとってはこう夢が叶ったといいますか、最高の、感情を持って現場に入れたと思っております。今日本当に来られた方は、多分一番最初に見られる方だと思うので、ぜひ劇場で公開するまでの宣伝等々を、よろしくお願いします。そして北野武監督、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。今度は最終章にしたのは別に長続きさせればできたんですけど、深作さんの仁義なきシリーズになってしまうので、一度死んだ人がまた出てくるわけにはいかないと思うので、一回締めで、あとヨーロッパ行くと、たけしはバイオレンス映画は最近興味はないのかと言って、いや興味はもちろんあるんで、次は純愛映画をと言って小説を書いたら、これはまぐれあたりで当たってしまいました。今いいとこ言って、これをやって大抵失敗するだと思うんですね。それに失敗してもう一回チャレンジして失敗したら、またバイオレンスの映画に戻ろうといろいろ画策しておりまして、ありがたいことに僕の映画は本当にまあ日本を代表する役者さんがみんな OK してくれるんで、とにかく僕は何もしなくても台本さえ渡せば
勝手に進行してしまうというだけで、まあ西田さんのアドリブには困りましたけど、まあ本当にあの役者さんというのはありがたいことで任せきっていいという。で、まあこれが一応区切りとなってますけども、また何年か経ったら、日本の役者オールスターズでとんでもない映画を撮ってみせようと。あと我々この後神戸に行こうと思ったんですけど、警察から止められましたので、この格好で神戸に現れるととんでもない構想に発展するっていう、間違えられるっていうあれがあるんで、ここで開催したいと思うんですけど、本当にあのできたらですね、作品を見てもし聞いていったら、友人の皆様や、知っている方にですね、進めてください、あまり損はしないと思いますが、よろしくお願いします。今回13名の皆様にそれぞれの思いをお話しいただきまして、あっという間にお時間の方が来てしまいました。後方にムービーカメラマンいらっしゃいますので、手などを可愛く振っていただけると喜んでいただけるかと思うんですが、何か動きがあると喜んでいただけると思います。後方です。写真撮影の方を終了とさせていただきたいと思います。